部屋の床面積の住宅です。7分の1の最高面積がいるんですよ。60センチ離れてなきゃいけないと。もうあんな寄せちゃダメだよね。これまずいですね。不動産投資を学ぶなら楽町ファーストロジック。集まれ動物の森っていうやつをちょっとやっていきたいと思います、うん、通称あつ森っていうやつ、うん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 、今年の3月ぐらいに発売してものすごいヒットした、うん、でまあ、これちょっとね見ていただくと分かるかもしれないですけど、これ大川さんのイメージして作ってみました。どうでしょうか。私ですか。まあしょうがないですね。はい、ありがとうございます、はい。家を、ね、建てることができるんですね、うん、無人島に引っ越してきてまずこの家を建ててですね、うん、住宅ローンとかっていうのがあるんですけど、うん、もうすでに建てたんだこの人は。はい、建てました、うん、建てて、住宅ローンを支払うと今度は2階とか地下とか増築していけるっていう、うん、ああそう。でちょっと中入ってみたいと思います、はい、これちょっと今日のために私が気合を入れてインテリアを飾ってきました。はいはいはい。あらなんか浮き彫りがいるのか。すごいな、潰しちゃった。ちょっとこれは気にしないでください。はい、で一匹出たらもっといるんだよゴキブリって。はい、そう言われてます、ね、それで全部殺したなんて、退治したなんてのはちょっと認識が甘いんじゃないの。それはおっしゃる通りかもしれません、うんうん、でここがですね、リビングなんですね、うん、で一応キッチンと、うん、あとくつろげるソファーと、うん、それから壁にこうテレビをかけてですね、うんうんうん、もう少しでもリアルに近づけるために今日作ってきたんですけども、うんうんうん、床はフローリングだよね。はい、うん、フローリングの木のフローリングみたいだね。はい、いいんじゃないですか。いいですか、うん、壁の下のところに幅木っていう水平にいってる、はい、床との見切る部材があるんだけど、結構幅広だね。そう言われてみるとそうですね。一般的にはこれは10センチとかそれ5センチから10センチぐらいの方が多いんだけど、はい、はい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 。この人の大きさがですねデフォルメされてるので、うん、この人からスケールを測るのが難しいんですけど、うん、確かにちょっと大きいですね、うん、ドアの高さからしてもね、はいはいはい、あ、そうですね、高さの10分の1以上あるよね、うんうん、これがだからいけないかってことない、うん、ちょっとなんか大きすぎるとやぼったく見えますか。あるけど意外と安定してるわね、うん、こう見るとね、うん、絵としてはいいんじゃないかなと思うんだけど、これはあれ、はい、排水管は黒いやつだけど、はい、だろうと思うんだけど、はいはい、立ち上がってんのは水だけか一本しかないね。給湯配管はあれはもう一本あってんだよね。確かに、うん、最近はお湯も出るように作っとかなきゃね。はいはいはい、うん、水が出ました。水が出ましたが、うん、確かに一本で水とお湯両方は無理ですね、うんうんうん、薪ストーブなんだろうね。薪ストーブ、あ、ストーブね。そうなんですよ。これちょっと置いたんですけど、うん、ちょっとよく考えたら燃えるかなっていう気もしますね。その音を温度を熱を壁に伝えないようにそういう遮蔽する耐火性のある板を、はい、置く必要があるのかな、はい、床になんか石みたいなものを。床もそうですね、うん、壁もですね、うん、普通のフローリングにクロスの壁にくっつけて薪ストーブっていうのはちょっと無謀。あんな寄せちゃダメだよね。煙突っていうのは先にこう天井を貫通させて屋根貫通させて作んなきゃいけないから、はい、煙突が立ったままこうっていうのはないんだよね。ストーブの位置を決めてから、はい、うん、それで防火上のいろんな処置をして、はい、でなおかつ火から出る煙を排出すると、うん、いうことで煙突つけるわけだ、はい、でこの煙突は下の方上の方でちょっと太くなってるでしょ。でこれは断熱処理をしてある二重煙突になってるわけだね。二重にするわけだって、
パイプを、はい、それでそこで熱を伝わらないようにしたり、その間に、断熱材を充填して断熱性の加工して、そのちょっと触ったぐらいじゃやけどなんかしないよというような状態にするわけ、ね、はい、でその状態で天井を裏、天井貫通して天井裏通って小屋裏を、うん、屋根を抜いて煙突が立ち上がるわけだ、うん、とその煙突の天井裏では防火性のある板で囲わなきゃいけないという基準があったり、いろいろあるんです、はいはいはい、だから煙突からその燃えないよう燃える材料を離すという基準があるわけ、はい、基本15センチね、離さないといけない15センチ。なおかつこう隠れたところではきちっと不燃材でルートを確保しなきゃいけない、覆わなきゃいけないっていう、煙突の周辺を囲っとかなきゃいけない、うん、薪ストーブそこに置くと、例えば1階に置くとするね、2階もその煙突の縦にまっすぐ上げていかなきゃいけないわけだ。 あれは横引きして外壁に抜くって手もあるんだけど、それにも外壁を抜くところにはメガネして熱を伝えるようなものをベース入れて穴の開いたやつをはめ込んで、でまた煙突は外壁からこう立ち上げなきゃいけないわけだ。だから立ち上げたやつが屋根の軒よりも高くしなきゃいけないとか、そういういろんな距離あの決まりがあります。で煙突そのものの熱と煙突の先から出る火ですね、火の粉とかなんか、そういうものが建物に燃えずるような状況が生まれないようにするというので決まりがあります。ここ、ね、うん、ありますね、はい、これは多分どの家にもある、うん、真上だと水がだんだん入っちゃうから、はい、雨入っちゃうから、それは上に傘かけてんだよね普通はね。で側面から排気できるようにしておくのさ。で排気する中の芯の煙突のトップが、はい、屋根面からちゃんとそこが60センチ離れてなきゃいけないというような決まりもあります。屋根面から屋根がこう小回るよね、はい、煙突がこう立ち上がってるよね、はい、それと排気筒がここにあると、はい、ここからここまでの距離が60センチ以上なきゃいかんと、うん、薪をくべるにしてもね、はい、開けてそこで薪をこう入れなきゃいけないから、どうしてもそこからね火が来るんですよ、はい、火の粉がこう反対に来たり、でそれでそれが床に落ちた時に燃えたりしないようなこともしなきゃいけないから、じゃあある程度広い範囲をこう床を一緒にしたそうだね、あのストーブの入り口から、まあ、奥の方は壁に熱がいかないように、はい、その火をから守る板を張らなきゃいけないし、あとは掃除も必要ですよね、煙突。そう、煙突掃除もいるんですよ。お金がかかりそうですね。維持管理が大変ですね。あのこういう薪ストーブ今やる過程ってありますか？まだありますか、ね、いや結構ありますよ。あの寒い地域とか、はいはいはい、例えば軽井沢とかそういう別荘地なんかでは、はい、標高の高い別荘地なんかでは結構煙突のあるお家ありますもんね、はい、お風呂、これもですね、この用意されてるのがただの箱、うん、四角い箱とバラバラの家具なので、うん、今の精一杯はこれなんですけど、うん、ヨーロッパのこうお家なんかでこう広い部屋があって、はいはい、バスタブがあって、便器もあってっていうような感じのところみたいね、うん、シャワーがあるからあそこで洗うんだろうけど、あの水どこ行くのかな、排水口がどっか目皿があっていいんだろうけど、はい、あとこれだけ湯気が上がるとですね、はい、湿気を排除しなきゃいけないから、はい、窓はあるけど、うんうん、やっぱり換気扇が欲しいんだろうと思いますね。床や壁の防水処理ね、はい、それと換気ですよね、うん、それは必ずいりますよね、うんうん、で当然給水給湯配管がいるし、はいはい、それは壁の中に基本的に隠れるんだけどね、はいはい、あとお便所はあるけどさ、はい、あのスポイトがあそこに置きっぱなしってのはなんとかねこれですか。そうよ、あと便器が詰まったりした時にこうやるわけだから、はい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 、あれをいつもそこに置いていくっていうのはさちょいとねそのモップとかそのブラシまであってさ、でトイレットペーパーを縦にこうロールでこう置いとくっていうのもうちょっと考えないとな、もしあれなく手前に棚があるんだからその辺にちょいとさ隠れるようにもう一つ箱を置いてその中にしまうとかしたいですね、はい、なるほど。じゃ
いやトイレとしてそこトイレが一つだけならば、はい、その中にああいうものはちょっと角のところにね置いとくとかね、はい、いうことがあってもいいかもしれない、はい、ね。トイレもでもこの水を流すっていうことを考えるとどこでも好きなところにつけていいかっていうとそうでもない。本来はね、うん、だからトイレもあるってことはこれ一人が入ると、まあ、許せる人が一緒に入るってことだろうからそういう部屋だよね。そうですね、うん、はい、服着たままシャワーやんのかね。そうですよね。これでも服脱ぐっていうのがないんですよね。ないんだ。はい、でこれがですね、まあ寝室というか普段過ごすような感じの部屋なんですけど、パッと見てまあリアリティという意味ではどうでしょうかね。この窓なんかはまあ光を取り入れる採光と換気のために窓ってなんだけど、はい、部屋の床面積の住宅です7分の1の採光面積がいるんですよ。光を取り入れる、はい、全床面積の7分の1、うん、その部屋のね、はい、の7分の1ちょっと足らなさそうですね、うん、2方向にあってもね、はい、あと小学校がね5分の1というね教室ね、はいはいはい、そういう基準が一番厳しい基準ですね、うん、あります。そうか、住宅よりも小学校の方が厳しいですね。ということですね、5分の1だからね、はい、そういうじゃあ建物の用途によってはい数字が変わってくる、うん、だから換気も20分の1の面積が、はい、これだとこの全開口の半分上げた時に穴開きますよね、はい、これのまあ2つあれば2つ分の合計が床面積が20分の1あればいいんだけど、うん、そういうものかどうか、まあ20分の1ぐらいあるかもしれないね、うん、あと壁タイル張りなんですよね。床フローリングなんだけどね、はい、ちょっとおしゃれに、うん、はい、ただオーディオセットがあってさ、オーディオセットですね、うん、はい、そうするとタイル張りってことは表面が硬いわけだ。はい、ね、そうすると音出すとここの響くわけでね、はい、反響、うん、音響効果としてはタイル張りってのはいかがかなというところだね、はいはいはい、音を鳴らす部屋でタイル張りにするとちょっと、うん、ピン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 響いちゃう、うん、地下室をちょっと一個作ってみまして、うん、降りてきたんだ、はい、ちょっと地下室を作ってみました。地下室ってのは土に潜ってるんだよね。そうなります ね、はい、でその鉄筋コンクリート造の壁打ちっぱなし仕上げでできてんだけど、はい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 、ここの土の断熱は外側でやってんのかな、うん、これだと土に接する面の方で断熱材をはめ込んでやってんのか、はい、うんうん、っていうのは土の温度ってのは、まあ、基本的には年中同じような、はい、まあ、地表に高い近いところは季節によって温度変化するんだけど、うん、深いところは土の温度比較的一定 で、はい、で冬場だと外気温より低高いからあったかい、うん、ね、ところが夏場だと逆にずっと低いから、うん、断熱してないと鉄筋コンクリートの壁なんかにはびっしょり結露するわけ。結露、ああ、うん、はいはいはい、そういうようなことがまあ配慮された状態なんだろうなというふうに、はいはい、土にはどうしても水が含まれますので、はい、それがその打ち継ぎのとこ差し込んでくるってことが起きるの、うん、はいはい、だそうすると構造体の継ぎ打ち継ぎのところには止水処理をすると、うん、水を止めるね、はい、だその外側には防水処理をする、うん、っていうことが必須なのね、はいはい、だ断熱と防水止水その辺は地下室作るときは、はい、徹底しなきゃいけない。教室であるとやっぱりここも自然採光がいるし換気もいるの。居住区では人がいるところってのは教室ってのは、はい、地下室でも採光が必要なんですね、うん、よくあるのはドライエリアって外側にオープンの空間を掘り下げて、はい、そこに窓つけて、はい、それは掘り下げたドライエリアから外光が入るし外気も入るというようなことで、うん、地下室だけじゃなくてそういうドライエリアも一緒に地下構造体を作らないといけないことが多い。エアコンどこにもどこかあった？エアコンないんですよ。エアコンもなかなか売ってなくてですね。夏は暑いね。高温多湿の環境の時にはドアと廊下とか階段とかそういうとこから
1階の暖気が降りて入ってきちゃうのね、はいはい、それが結露するんですけど、やっぱりエアコンはいるんじゃないかな、はい、地下の工事って結構大変ですよね、やると費用も大変ね、費用もかかりますね、で防水断熱ね、うん、そういうことをしっかりとやんなきゃいけないから、うん、結構大変なんですよ、はいはい、お金も当然かかるしね、はい、当たっちゃうんだよ、はい、こういう、まあ、さっきのは自宅だったんですけど、うん、無人島の中にこう水族館が、そうなんです、水族館、博物館がありまして、もう水族館なんかだと、まあ、健常者だけじゃなくて、はい、ハンディキャッパーも使えるように、まあ、見せたいよね、それでスロープつけてるんですね、車椅子でね、取れるようにね、そのスロープ自体はその車椅子用だったようだと水平方52に対して立ち上がりが11という、12分の1ですね、タンジェントが12分の1ですよね、そういう勾配でないといけないわけね、この絵としてどうなのかな、もうちょっときついのかな、そうでもないかな、だその基準が守られてればいいんですね、階段に変わるスロープだけシャロっていうと8分の1という決まりがあります、はい、でなおかつ車の上り下りね、車庫、駐車場なんかのスロープありますよね、あれは6分の1っていうのが基準ですね、ここのスロープはちょっとすごい急だね、急ですね、うん、階段に変わるスロープにしても急だね、まあ、床材がカーペットとかなんかみたいで、はい、カーペットあるかなんか置いてるみたいだから、うん、そんなに滑りにくい材料ではあるけどね、はい、それで床の勾配のトップと一番下のところで見切り口があるんだけど、これですね、うん、そうそう、これが出っ張ったりすると、うん、ちょっと引っかかってつまずいたり、うん、車であればそれ乗り越えるために一旦のところ止まったりするから、うん、押したり自分でこうハンドル、なんだろう、リングをグッと押さなきゃいけないよね、そういうことがあるから、この見切りはこういうところの見切りは同じ面で仕上げないというかね、ちょっと出っ張ってますから、そうですね、これは仕上げ面を高さを同じにしないと引っかかっちゃいますね、はい、ちょっとバリアフリーの観点からはそうですね、これまずいですね、普通に歩いててもつまずいちゃうもんね、この絵だと1センチぐらい出っ張ってんのかなって感じになるから、1センチ以上かな、うん、足元が暗いと確かにちょっと引っかかりますね、でそのこういう施設でやると中の魚を一生懸命見てると足元全然見ないからついついつまずくなるよね、おしゃべりしながらやってるとね、猫かね、これこれは猫ですね、うん、ジャック猫です、まあキャラクターそれぞれ動物によってキャラクターがあって、このキャラクターはちょっとクールなキザなキャラなので、うん、インテリアもそうなってるんで、うん、タコ飼ってんだね、窓がめちゃくちゃ多いね、タコ飼ってんだ、ね、タコ、これはですね、私があげたんです、うん、いや窓だからこのぐらいあってもいい、オフィスなんかだったらこのぐらいあってもいいけどね、いいぐらいだよね、はいはい、いや全面に4面ともある必要あるかっていうのはあるけどさ、そうですね、うん、こっちは女の子で、あちょっとどうですかね、このインテリアの感じはなんでああいうその貝の形したベッドがあってたな、あのかまどがあるのか、ちょっとかまど火使うとこれは内装制限かかるから、しっかりと火気使用室で燃えない材料で仕上げて内地側の、まあそれはしてあるんであろうと思うけど、あと排気がね、こう換気扇つけなきゃいかんよね、少なくともね、あるいはレンジフードつけるとかね、でこういうふうにちょっと魚が魚影が見えた時に、うん、あこれ魚がね、で、
A か。A か。あの岡さん、子供の時ゲームとか。いや、私の子供の頃はまずゲーム自体がなかったですね。どういうことして遊んでたんですか。夏はセミ取りだよね。かくれんぼ。セミ取りかくれんぼ。チャンバラごっこ、はい、かな、うん、女の子たちとはままごとやってましたけど。あ、結構女の子とも遊んでた。近所にいましたからね、子供いっぱいね、うん、